どうも、辻です。音楽の評論家でも何でもないんで、まあね、あくまでもこれいいなと思ったですね、アルバムを不定期に紹介していこうかなと思っております。で、最初のね、1枚はすごい悩んだんですけど、ふと昔のことを思い出しまして、ちょっとね、まあ、その思い出とともにこの1枚をね、紹介したいなと思っております。こちらですね、ヤボリコウイチさんのソロアルバム、エレベーション。こちらのアルバムなんですけれども、発売はなんと2001年、もう14年ぐらい前のアルバムで、ただですね、今でも Amazon でも買うことできますし、iTunes ストアで、このアルバム丸々とね、購入することもできますんで、ぜひチェックをしていただきたいなと思っているんですけれども、ヤボリコウイチさんといえばやっぱね、まあ、僕の師匠でもある菅沼浩三さんと一緒にやってるフラジャイル、などの活動でもね、非常に有名で、最近ではね、ゴルフの方でも非常に有名ですね。Google で先ほどね、ヤボリコウイチで検索したらね、ゴルフっていうね、予測変化が出てきたんでね、それぐらい、ゴルフ関連のね、活動でも非常に最近では精力的に活動されている、ギタリストですね。で、こちらのエレベーションなんですけども、ベースが、岡田二郎さん、そしてドラムは山木秀夫さん、そしてヤボリコウイチさん、ギターはヤボリコウイチさんの、このトリオでのアルバムになっております。これ初めて聞いた時が、高校生の頃で、ちょっとね、大人になりたかった自分としてはですね、なんかこう本当に都会的なね、何かこう音楽に感じたんですね。なんかね、最近だとなんかこうカフェジャズとか、なんかそういうコンピレーションアルバムってたくさんあって、なんかこうおしゃれな感じっていうのがね、強いんですけれども、確かにね、音楽的にすごくこうしゃれてるなっていう感じは受けるんですけれども、緊迫感がねすごいんですよ。ゾッとするんですよね。なんかこう冷や汗が出るっていうか。で、テクニックって何もそう派手な技をするだけではなくて、こうフレーズとフレーズのつなぎ目だったりだとか、その音の出し方だったりだとか、すごく技巧派な感じもするし、すごくこう洗練された印象のアルバムですね。聞いててゾッとします。とにかくね、ゾッとするアルバムですね。今聞くと本当にゾッとしますね。当時は何にも感じなかったんですけど、今聞くとものすごくゾッとするアルバムだなっていう、おお、やっぱエアボリさんってすごいなっていう印象ですね。昔ですね、フラジャイル BBS っていう、そのヤボリさんのいるバンドで、フラジャイルっていうバンドがあるんですけど、そのフラジャイル BBS、 もう今 BBS っていう言葉自体がもうすでに懐かしさを感じさせるんですけれども、確かね、ヤボリ BBS っていうのもねあったと思うんですよ。どっちだったか覚えてないんですけど、確かね、ヤボリ BBS の方だったとは思うんですけれども、エレベーションが発売になるっていうので、ちょっとこう盛り上がってた時に、今だったらね、そんなこと恥ずかしくて書けないっていうかね、まあその高校生のまだね、お子様の自分が買いたいけどお金ないから買えないんだよなみたいなね、すごくどうでもいいことか書き込んでたんですよね。単身赴任か何かでペルーの方に在住の方からコメントを返してもらいまして、僕何枚かコレクションで持ってるから1枚あげるよってことで、なんとですね、ペルーから送ってもらったんですね、エレベーションを。で、僕が持ってるエレベーションは、その送っていただいたエレベーションなんですね。もうね、それからね、何回か BBS ではちょっとね、やり取りの方をさせてもらったんですけども、もうある時からね、書き込みが途絶えてしまって、で、そうこうしてるうちに、ヤボリ BBS も、閉鎖になり、フラジャイル BBS も閉鎖になりですね、どうにかしてね、あの時の感謝を伝えたいなってずっと思ってはいるんですよね。音楽で返すしかないかなっていうのが、まあ、僕の思いなんですね。例えばね、僕の師匠の菅沼浩三さんだったり、まあ、ヤブリさんだったり、まあ、フラジャイルでいうと水野さんだったりっていうのは、まあ、僕にとって音楽を始めてこう真剣にドラム取り組もうと思った時のこうヒーローなんですよ、僕にとっては。だからよくね、ロックバンドだと、まあ、X ジャパンとかルナシーとか、まあ、ラルク
とかそういうロックバンドありますよね。僕にとって一緒なんですよ。もうそれぐらい憧れの人たちなんですよね。3年ぐらい前にね、僕のバンドのクロスロードとフラジャイルがなんと対バンさせていただくことがあって、ちょっとずつね、高校生の時には全く想像もしてなかったことがですね、ちょっとずつ実現できて、その時にねこの CD を送ってくれた方がどこかで見てくれればいいなと思ってるんですけど、まさかあの時の高校生が今僕だっていうこと分かんないかもしれないんですけど、ね、それ分かんなくてもいいです別に、うん、音楽ちゃんと続けてるっていうのが伝わらなくても、まあ、こうやってね地道にやってれば、まあ、いつか何かでね奇跡が起きて、伝わってくれればいいなというか、まあ、伝わればいいなと、まあ、思ってるんですね。多分これ動画を見てくれてる人の中にも、何かこう人生をこう変えたアルバムだったり、何かこう人生にすごく思い出に残ってるアルバムっていうのはあると思うんですよ。僕にもそういうアルバムがたくさんあって、このアルバムはですね、僕にとってもそういう何かこう人生の起点になった、アルバムでございます。なんでね、次回以降もね、まあ、ちょっとこれねあんま定期的にこうな毎週この曜日にアップしますとかって言うと僕なかなかプレッシャーになっちゃうんでまた気が向いた時にアップしますけれども、アルバムをね紹介するコーナーでした。それではね、バイバイ。